幸せ。なーに？え、そうよ。あ、嫌だった？シュン君をスリスリするたびに SP がどんどん溜まっていくのがわかるわ。シュン君ポイントの略よ。シュン君もよかったら MP 溜めていってね。みゆきポイントよ。じゃなくて、もう尊い。だって私とのデートのことをこんなに真剣に考えてくれて。特に何も考えてなかったわ。シュン君とならどこに行ったって楽しいに決まってるもの。だからこうしてくっつきながら一緒に考えられればいいなって。ねえ、うち来る？ああ、でもこのままうちでゆっくりしていってもいいのよ。はーい。しゅんくんの隣。真面目に答えたつもりだったんだけど、でもそうね、改めて言われてみるとパッと浮かばないわね。え？私のために？二人の将来のため？遊園地か。確かに SP がたくさんチャージできそうなスポットね。食事の料金は SP で決済できるのかしら。そう、残念ね。大丈夫よ。本来なら失神するところだけど、シュン君が隣にいれば意識を保っていられる自信があるわ。私決めてるの。残りの人生、少しでも多く視界にシュン君を入れておくって。だから失神している暇なんてないわ。
広い空の上で二人きりの完全密室。興味ないわね。逆よ。むしろいい思い出があるからメリーゴーランドに価値を感じないというか。あれは素晴らしかったわ。青空の下、体、心も全部預けて、はあ、夢のような一瞬だった。シュン君の背中よ。ええ、あれはもうメリーゴーランドとは比べ物にならないほど素敵だったわ。才能あるわよ、シュン君。メリーシュンラン。シュン君がそばにいれば毎日が遊園地よ。水族館いいわね。私ペンギン大好きよ。シュン君の方が2億倍可愛いけどね。ペンギンには申し訳ないけど。シュンボルトペンギン？何それ、可愛すぎ。なんかもう楽しくておかしくなりそうね、水族館って。来てよかった。シュン君がそばにいれば毎秒が水族館よ。美という言葉が人の形を成した。それがシュン君よ。スクリーンよりもシュン君のことをずっと見つめちゃいそう。犬や猫も可愛いけど、シュン君の魅力には遠く及ばないんじゃないかしら。密室。あ、ねえシュン君、一度行った場所だけど、もう一回行くっていうのはありかしら。なら、行きたい場所があるの。お待たせ、シュン君。シュン君、そんなに見つめられるとね。そうじゃなくて、今すぐ岩陰に連れ込みたくなっちゃうっていうか。ほら、本シーズンになると混んじゃうし、それに
この間来た時はあまり二人きりになれなかったから。あとね、水着姿をもっとシュン君に見てもらいたくて。ありがとうシュン君、いくらでも見てね。いい子と一緒にいられるなんて。ねえ、うち来る？どう？砂の中、気持ちいい？お、まだ足がちょっと出てるわね。待ってて、すぐ埋めるから。え、左翼は健康にいいって聞くわよ。君の大好きなおっぱい作ったわ。嬉しい？ほら、私と同じくらいのサイズになった。でもやっぱりシュン君にはおっぱいは似合わないわね。えい、おっぱい取っちゃえ。SP がどんどん溜まってるわ。おちんちんよ。やっぱりシュン君にはこれかなって。安心してシュン君。本物と同じぐらい立派なのを作るから。ねえシュン君、その弾はこのぐらいの大きさでいいのかしら。あら、でもなんか違うわね、これ。やっぱり違う。シュン君のはもっと大しくて猛々しいのよ。ダメ、作り直し。ちょっと待っててね、シュン君。次こそシュン君にぴったりな。キャーン！シュン君、もしかして怒ってる？
ごめんね。そう？おかしいわね。なに？そう、ジロジロ見つめられると岩陰に連れ込みたく。耳が海水に入ってよく聞こえないわね。だってこの年で泳げないってことがバレたら情けない大人として見放されるかと思って。あの時は浅瀬でビーチボールするのがメインで深いところまで行く必要はなかったから。恥を承知でお願いするわ。私に泳ぎを教えて。お願い。私が泳げないままだと、しゅんくんが私に気を使っちゃって海を十分に楽しめないと思うから。恋人つなぎの方がいい？あ、ダメ。いや、しずちゃんが。あ、うわ。あ、うわ。いや、そこダメ。そこ、いい。深いところまで行っちゃう。この海水はシュン君の海水。シュン君そのもの。シュン君のが口の中に。分かったわ。姿勢をそのままね。わー、見て見て、シュンくん。ほら、背泳ぎからの
楽しかった。まさか今日一日で泳げるようになるなんて思わなかったわ。全部シュンくんのおかげね。そんなことないわ。シュンくんって人に何かを教えるの意外と向いてるのかも。今日はなんだか昔に戻った気分だったわ。幼いシュンくんの面倒を見たり一緒に遊んだり、昔のことたくさん思い出しちゃった。そうね、気がついたら立場が逆転しちゃった。素敵な男の子になったわね、本当に。謙遜しなくていいのよ。泳ぎを教えてもらってる時なんか本当に頼りにしてたんだから。顔つきも、やっぱりちょっと大人に見えるもの。てるのかしら。幸せすぎて死ぬ。そうね。じゃあ今日は家に泊まっていくのね。ダメよ、今日は返さないんだから。今度は私がシュン君にいろいろなこと、すごいことを教えてあげる番なんだから。じゃあもう一度聞くわね。うち来る？はい、よくできました。